皆さんもチョボくんゲームナス e フットボール2022アプリ動画やっていこうということで、今回はこれ見ればキックフェイントの全てがわかる e フットドリブル講座第2弾キックフェイント講座やっていきたいと思います。第1弾の e フットドリブル講座開幕基礎基本マスターすべき使用技の動画出したんですが、次にドリブル講座やるならキックフェイントと決めていたので、それぐらいですね、今作のキックフェイントはかなりドリブルの局面打開突破においても重要な技になってくるので、そしてコメント欄の方でも緊急停止キックフェイントを筆頭にキックフェイント系の動画見たいという方もねたくさんいたので、今回はもうボリューム満点で話したいこともたくさんあるんでやっていきたいと思います。それでは早速キックフェイントの基本から応用まで、どんなドリブルか、操作方法なぜ強いのか、コツ、前作との違いなど、オンライン戦、対人戦でのキックフェイントの突破も見つつやっていきましょう。このフェイントはシュートをキャンセルするドリブルなので、タッチ&フリック操作であれば右画面2回タップでシュートコマンド入れてから左画面フリック、これで発動できます。クラシック操作であればシュートボタンを押して左画面フリック、操作方法前作と変わらないので、第1弾のドリブル講座でもご紹介したノーマルドリブル、ダッシュドリブル、一番大事になってくる基礎ドリブルの間にも組み込みやすく発動しやすいので相性抜群。ドリブル芸の能力や瞬発力などが高い選手はキックフェイントのキレも増しますし、タッチも細かいのでお相手のディフェンダーを突破しやすい。ゲームの仕様的なところを話すと、前作よりもキックフェイントは強くなってます。というのもディフェンスの新操作でマッチアップという技が登場したので、ディフェンダーがその操作を行っている間はシュートやパス、とにかく飛んでくるボールに対してより反応しやすくなってる。なのでシュートをキャンセルしているフェイント、キックフェイントにディフェンダーが引っかかりやすくなってる。シュートブロック、パスカットはしやすくなった反面、このキックフェイントに対してかなりディフェンダーは弱くなっているので、個人的にはドリブルの中にこのバリエーション持っておくだけで全然違うと思います。ディフェンス能力が高ければ高い選手ほど反応しやすく引っかかりやすいので、まずはこの技をマスターして使ってみてください。さあ、ここからはキックフェイントの細かい技ご紹介していきます。まず一つ目が、新作になっておそらく一番質問コメントが来ていた緊急停止キックフェイント。ウイリアプリずっとやっている方ならもう絶対的にご存知のドリブルをやる上で最強クラスの組み込み技、前作までならドリブルする上で必須級の技でしたが、今作はどうなのか、最強クラスに使いやすくはないけれど強いです。というのも今作から緊急停止、そもそもがコマンドが変わり、左画面1回タップだったのが2回タップに変更されました。これによりキックフェイント入れた後の緊急停止2回タップ、このコマンドがねかなり難しい。タップ&フリック操作で右画面2回タップ、左画面2回タップ、クラシック操作でシュートボタンを押して左画面2回タップ、トレーニングモードオンライン戦でほんといろいろ試してですね、超高速で押してみたり、シュートコマンドと緊急停止コマンドをほぼ同時に押して発動してみたりと、一応発動はですねできるんですけど、やはり左画面が2回タップになったことでめちゃくちゃ使いにくくなってる。さらにシュートを間違って打っちゃうこともあるので暴発しちゃうパターン、前作でも一応あったんですけど、今作は特にミスが多くなる仕様になってる。この技を前作の感覚で、コマンドはね変わっていますが使ってみると、やはり連続でもね結構発動しづらくなってる。緊急停止キックフェイントはこれまで何が使いやすかったのかというと、その発動のしやすさ、狭い場所でディフェンダーが反応しづらくかつドリブル環境を整える、そして前作までのノーマルドリブル最強技スライドドリブルへのコンボ、つなぎやすさがこの緊急停止キックフェイント最大の強さ売りだったんですが、第1弾の基礎ドリブル講座でもお話しした通り、スライドドリブルが若干弱体化しているので、そもそももう今作はそこまで発動しなくてもいいんじゃないか説がね出てきてます。もちろんね強い技自体には間違いないんですが、やはり発動がね難しくなったのと暴発しちゃうこと、いろんな要素含めると
今作はね、そこまで優先順位、このドリブルは高めなくていいと思います。じゃあもうこの技は使えないのかという話になると思うんですが、使えません。最初に話した通り、強いことはね、かなり強いんです。やはりキックフェイントが強化されてる、マッチアップでディフェンダーが反応しやすくなってる、ここを利用して、ほんとね、止まれた時は強いです。じゃあその成功確率を上げればいいという話になってきて、その成功確率を上げるにはどうしたらいいのか、本作での緊急停止キックフェイントのコツ、おすすめの使い方、ミスをしないやり方、仕様など全部丸ごと話していきます。個人的な使い方のコツとしては、発動する前に少しダッシュやチョップタッチなどでスペースにボールを出してあげる。その瞬間に緊急停止キックフェイントコマンドを入力してあげると、シュートモーションまでもね、少し時間がありつつ、緊急停止の2回タップも押しやすいので発動しやすくなります。その際にシュートゲージもできるだけ多くすれば、右画面2回タップのこの流しを長くしてあげれば成功確率も上がると思います。それだけやっぱシュートモーションに時間かけると。ただそうなると前作のような使い方は難しいので、もちろん細かいゲージでね発動できれば一番ですが、いかんせんタイミングが超シビアになっていますので、ぜひトレーニングモードで練習してほしいかと思います。数十時間トレーニングモードだったり、オンライン戦で緊急停止キックフェイントドリブルやってみた結果、個人的にはそこまで今作はね、前作ほどの必須級最強ドリブル組み込み技のキックフェイントにはならないと感じているので、ところどころね、クロス上げるふりしてボールを大幅に出して緊急停止使ったり、ちょっとチョップタッチでボール出してミドルシュート打つふりして緊急停止キックフェイント使ったり、ここぞという時に緊急停止キックフェイントで突破狙ってみてください。お次はキックフェイントの中であれば、今作は史上最強だと思っています、スライドキックフェイントをご紹介していきます。ディフェンスを一瞬で無力化しやすく、スピードにも乗りやすいので、今作おそらく一番使うキックフェイントになります。種類も豊富で、早速解説していきましょう。発動方法めちゃくちゃ簡単で、最初にご紹介した通常のキックフェイントコマンドで発動できます。一番大事なのは選手の体の向きになります。ドリブル進行方向に対して斜め後ろ、後ろ付近にキックフェイントしてしまうと、この技はね発動せず、切り返してスピード落とす形になるので、スピードに乗りつつキックフェイントをするイメージで、縦横斜め180度前方の方向であれば基本的にできます。個人的にはインサイドで巻き込む形が一番使いやすい。実用的な使い方としては、中に体、ドリブル、カットインする形見せといて、縦にキックフェイント、この形はディフェンスの足を一瞬止めつつ、さらにスピードに乗ることができるので、ほんと突破しやすいです。マッチアップの操作をしているディフェンスに対してもかなり有効。マッチアップの存在により、このスライドキックフェイントは足を伸ばしてもおそらく届かないですし、さらにディフェンダーは硬直しているので、通常のプレス、そしてマッチアップのプレス、どちらもね突破できるという優れ技、ほんと使いやすい。マッチアップしているお相手に対して最強の技になると思います。今作はマッチアップしてないとパスバンバン取っちゃうんで、結構オンライン戦でもね押している方が多い。なのでその逆の心理をついてぜひ使ってほしい。ちなみにゴールキーパーとの1対1でもスライドキックフェイントは使えて、そんなにゴールキーパーとの距離が近くなくても1回挟むだけでキーパーの動きがね少し止まるので、ぜひ使ってみてほしい。お次はアウトキックフェイント。名前の通りアウトサイドで少しずらしてキックフェイントしてドリブル突破。スライドキックフェイントより幅はないですけど、次の行動へとね移りやすい。特にパスシュートはね、この細かい動作、アウトキックフェイントと相性が抜群でございます。ボールが足から離れにくいキックフェイントになるので、スペースがない場所で特にシュートで使いますね。発動方法も簡単で、通常のキックフェイントコマンドに左スティックの方向を、選手がドリブル進行方向まっすぐ向いた状態で縦もしくはちょっと斜めに倒してあげると発動できます。縦に通常ドリブルするときは、選手は基本的に利き足でボールを触るので、利き足方向へアウトキックフェイントをかける、そしてシュートっていうのは一番強いと思います。要するにカットインですね。
このアウトキックフェイントを覚えればカットインからのシュートがめちゃくちゃ打ちやすくなる。これまでのウィニングイレブン作品でよくやってたキックフェイント即シュートにつなげる技の一つですね。これが一番つなぎやすいと思う。お相手ディフェンダーがマッチアップしてたらもちろん引っかかりますし、マッチアップしていなくても結構ちょっとずらすだけで抜けるので、スペースはそんなにないけどディフェンス1枚かわしてミドルシュートだったりシュート打ちたい場合におすすめの技です。オンラインはオフラインより少し重いドリブル環境になりますが、この技に関してはかなりスムーズに出しやすいので、ぜひトレーニングモードへ練習してみてください。さあラストはフックキックフェイント。イメージ的には緊急停止キックフェイントの少し動くバージョン。足にボールを引っ掛けるように切り返すフェイント。スライドキックフェイントみたいにそのままスピードに乗るわけじゃないんですが、背面方向へ瞬時にキックフェイントができるのでおすすめです。発動方法は選手ドリブル方向に対して真逆へキックフェイントコマンド、背中に向かってキックフェイントしてあげるイメージですね。早く深く切り返してくれるので、ディフェンスが目の前にいても足伸ばして届かないことが多いです。なので急な切り返し入れてみたりタイミングずらすのに有効です。さらにスキル時空ラターンを持っていれば時空ラターンが発動できます。細かい動作で反転でき、かつマッチアップしているお相手を瞬間的に無力化することができ、その後の展開へもつなげやすいので、これ一つ入れるだけで攻撃リズム変えることができる。フックキックフェイントで外へ切り返して立っていこうと瞬間読まれた場合、中へのねこのもう一個運んでいくっていう形も結構強いのでおすすめです。やっぱ一度お相手さんに見せるとね縦読んでくるんで、すぐにフックキックフェイントで縦行くりして中に切り返す、そして逆サイドへチャンスメイクみたいなのも一つパターンとしてありですね。前作はそんなに時空ラターン使っていなかったんですが、今作はキックフェイントのキレがいいのもあって時空ラターンも非常に使える技になっているので、ぜひこの技もトレーニングモードで練習して使ってみてください。はい、ということで今回はキックフェイントのね全てをお話ししました。ドリブル講座でここまでキックフェイント深掘ったのはね初めてかもしれないです。全体的に見てもキックフェイントが本当今作は強くなっているので、緊急停止が若干ねコマンド変わって使いにくくなったとはいえ、それでもねゲームの使用的にはかなり強いです。今回ご紹介した通常のキックフェイントから応用のキックフェイントまでオンライン戦でぜひ使ってみてほしい。第1弾のドリブル講座基礎編も皆さん本当にご視聴ありがとうございます。今後もねドリブル講座たくさん出していこうと思うのでぜひ遊びに来てください。ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。翔さんのブーン、ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録高評価コメントの方もよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。ドスクイプラネット。